皆さん、こんにちは。アリーナクレーナチャンネルのアリーナです。本日は、ドリフターズのコント、あるマンション、住人の生活を見てみたいと思います。面白いかどうか、楽しいかどうか、一緒に確認しましょう。動画を見る前に、いつも私などご覧いただき、ポチャンしてくれて、YouTube スポンサーやスープセンスをしてくれる人、本当にありがとうございます。では、早速ですが、見に行きましょう。疲れた。あ、ご飯にする？それともお風呂にする？先ご飯にしようか。そう、今日ごちそうだな。そう、お肉がね、安かったのよ、ちょっと。じゃ早速食おう、食おう、食おう。うん。はぁ、これはうまそうだな。さあ、どうか。別の。わかんないな。あぁ、面白い。酔っ払ってるのね。なんだよ、俺が酔っ払って、自分の風邪だからって酒飲んでとか悪いって言うんだから。そんなに稼いでるわけ。やがましいことになれよ。殴ったんですか？寝るぞ俺は。ダメダメ。絶対ダメ。あーあー、うっせーな。私に悪いところがあったら何する？志村けんさん真剣すぎる時。行かないで。行きません。笑いします。すみません。せめて今夜だけ一緒にいて。でも悲しい、こういう悲しいは本当に。ああ、逆逆。お帰り。早いお帰りで。ありがとう。うー、疲れた。お疲れ様。面白い。はい。あの、今日お給料日だよね。はいよ。ご苦労様。少ない。私にだってね、付き合いがあるんだから、ガタ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 言うんじゃないのよ。だってこんだけで今月どうやってやってくるの私。うるさいわね。うん。わあ、やりすぎますじゃないですかこれは。それあんま聞く話じゃ。おお。家庭ですね。今度はお母様ちょっとわからないところがあるんです。じゃあわからないことがあったらお母さんに何でも聞きなさい。この問題なんて書いたんですか？次の計算をしてください。あ、この計算僕がすればいいですね、うん、そうそうですね。ケンちゃん今引き算やってるね。引き算をやってんです、うん、はい、うん、じゃあこれお母さんが問題言うから、うん、じゃあ答えて。はいはいはい。23-8は34、5、6。あ、違った。けんちゃん、足し算じゃないのよ、引き算なの。あ、そうか、一気ね。23-8は分かりません。23-8でしょ。うん。3より8は大きいでしょ。大きいですね。だからそういう時は隣から借りてくるんでしょ、うん、あ、そうか、はい、分かりました。けんちゃん、あ、どこ行くの？お隣帰りから。お母さん悲しい。お母さん。ください。わお。おい。
何でそんな焦ってるの。いいからよ。電気消してきて。わお。なんでその歩き方。ようこさんよ、ようこさんよ。な、何を。あの腹減っただけど、めちゃまだから。寝てる。おじいちゃん、さっき食べたでしょ。何日食ったか。食べた。あ、そう。あのばあさんの姿見えねえけど、ばあさんどこ行っただ。おじいちゃん。うん。おばあちゃんはね。去年死んじゃったでしょ。うん、死んだよ。ばあさん死んだか。去年、あ、死んだ、あ、そうか。うん、早く寝なさい、おじいちゃんも。あ、そうか。うん、じゃあ、おやすみ。ようこさんよ。ダメダメダメですね。だけど飯はまだだ。でもそれは笑ってきませんよ。だから悲しいよ、おじいちゃん。食べたわよ。まあ、でも覚えてないじゃないですか。ばあさんの姿見えないけど、ばあさんどこ行ったんだよ。おばあちゃん死んだの。死んだの、わかる、死んだの。ばあさん死んだ。飯食ったばあさん。もう早く寝てよ、おじいちゃん。年寄りは寝てもすぐ目が覚めちまうだよ。ようこさんよ。あったのよ。食べたわよ。ばあさん。死んだもん。早く寝なさいよ、もう。飯食ったの。あ、ばあさん死んだの？本当に志村けんちゃんと石野陽子さんは大好きです。二人はすごく本当に可愛い雰囲気ですね。大好きです。本当にあの石野陽子さんとよく撮影しましたよね。志村けんちゃんはだいぶたくさんとかドコントが石野陽子さんも参加しているんですね。わあ、すごいすごいすごい。私はなんかちょっとだけ石野陽子さんのファンにもなりました。いや、ちょっとだけじゃなくて、私、最近、石野陽子さんのファンにもなりました。そう、だから、かっこいい。本当に、本当に、すごく可愛くて、かっこいい女性ね。はい。皆さん、どう思いますか？あの、このコントはいかがでしたか？あの、いろいろな家族とか、いろいろなシーンを見て、本当に、みんなが違ってるんですね。それでも楽しかった。皆さん、いかがですか？今回の動画に関しては、ぜひぜひ自分の思いと考えをコメントにしてください。そして、これからもたくさん面白い動画を見に行きましょう。で、この動画がよろしければ、ぜひチャンネル登録も、ライクボタンもよろしくお願いします。では、くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。次の動画で必ずお会いしましょう。バイバイ！元気でね。またねー。